江田島市は、広島県の西部、瀬戸内海島諸部に位置する市である。市役所の所在する旧大垣町中心部周辺の空中写真。2008年6月13日撮影の6枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。沖見市街、早瀬大橋瀬戸内海の広島湾にある島を、 死域とする。主たる島は江田島及び、のみ島であるが、これらは地続きである。ついで大きい島は、東、のみ島の西、西のみ島の南にある大国神島で、他にもいくつか小さな島がある。江田島と西のみ島の間の湾を、江田島湾、西のみ島と東、のみ島の間の湾を、大原湾という。広島県のみならず、中国地方で、 最も人口が少ない市であるが、中国地方で鉄道が走っていない、市町村では最も人口が多い。国道487号、県道36号接続地点、雇用港小路市内を鉄道は通っていない。鉄道の最寄り駅は JR 西日本クレセンクレ駅。JTB 時刻表では雇用バス停が中心駅として記載。東、の見島の東にある、 呉市の倉橋島とは、早瀬大橋でつながっており、倉橋島と本州とは、温度大橋でつながっているため、本州との間を自動車で行き来できる。橋による、海上隣接蒸気以外の、海上隣接高等学校廃校中学校廃校、小学校廃校自衛隊の、学校へ田島市観光協会のサイトによると、夏季の特産品がある。ありがとうございます。